余りで共産南道の漁業者が2万人以上減ったと説明し、研修や融資制度の整備など担い手確保に向けた取り組みを紹介しました。これに対し日本側も漁船のリース制度などで若い担い手の確保に力を入れていることや、消費拡大に向けて水産物のブランド化に取り組んでいることなどを伝えていました。共産南道の漁業者カン・ヨンズさんは、民間レベルのやり取りで日韓関係がいい方向に向かえばよい、お互いに意識することで交流が活性化することを願うと話していました。韓国側の出席者は今日も山口県に滞在し、水産物の販売店などを視察することにしています。東日本大震災の津波に耐えて残った岩手県陸前高田市の奇跡の一本松の枝から育てた苗木が友好都市の名古屋市に送られることになりました。奇跡の一本松は東日本大震災の被災地陸前高田市の松原に唯一残った松ですが、その後枯れてしまったため、現在はモニュメントとして復元されるとともに、枝を接ぎ木して複数の苗木が育てられています。陸前高田市と友好都市協定を結んでいる名古屋市によりますと、このうちの1本の苗木を譲り受け、市内に植樹することになったということです。